ミサはカトリック教会においてパンと武道酒を性別して聖体の筆跡が行われる典礼。司教、または司祭が司式し信者全体が捧げるものとして位置づけられておりカトリック教会で最も重要な典礼儀式である。カトリック教会における他の典礼やキリスト教の他教派における礼拝一般をまとめてミサと呼ぶ事例がマスメディアや 書籍などで参見されるがこれは誤りである。ミサとは、本校で衝述する、カトリック教会における生体の秘跡にかかる、典礼だけを指す語彙である。カトリック教会のミサは、聖教会では、生体礼儀に、聖公会及びプロテスタントでは、生産式に相当する。特に、聖教会及びプロテスタントでは、ミサという表記は全く使われない。教派や、 人の種別を問わない場合は、礼拝という表現を使うのが無難である。ミサの様式は、世界共通で、大多数の地域のカトリック教会で、ラテン天礼と呼ばれる様式によって行われるが、東方天礼カトリック教会においては、ビザンチン式など、ラテン天礼と異なるミサが行われることがあり、その場合の詳細な式次第などは、皇述と異なる場合がある。本校では、 ラテン天テ霊ンを中心に象述する。古代以来1960年代まで、ラテン天テ霊ンにおけるミサはすべてラテン語で行われていたが、第二位バチカン会議以降の天霊改革により、各国語でも行われることになった。ミサは、ラテン語から転写されたカトリック教会用語であるが、カタカナで、ミサといえば、本校で象述している、カトリック教会における主の晩餐に由来する。 生体の秘跡が行われる天礼のみを指す名称であってカトリック教会における他の天礼をもミサと呼ぶのは誤りである。例えばカトリック教会における時間も天礼ではあるがミサではない。なお外国においてはマスという表記は聖公会、ルーテル教会、復古カトリック教会で使われる。日本でカタカナ表記でミサと書くのは 日本聖公会では稀であり、日本のルーテル教会に至っては解無である。聖公会、ルーテル教会では、主の晩餐に由来する礼拝を普通、聖餐式と呼ぶ。教会で行われている祈祷について、キリスト教の教派や祈祷内容が不明な場合は、単に、礼拝と呼ぶのが無難である。カトリック教会において、ミサは、感謝の祭儀とも言い表される。 これは、イエスキリストの死と復活を記念し、その復活の恵みに預かる、喜びに満ちた、感謝の祭儀であることを示しており、ミサ式文の最後の部分では、感謝の祭儀を終わります。という言葉が、四式司祭によって唱えられる。この他にミサを意味する言葉としては、主の晩餐生産式がある。主の晩餐は、ミサが、最後の晩餐に期限を持つこと。 聖餐式は、聖なる会食であることを示している。また、日本のカトリック教会では、ミサ制裁や、ゴミサと呼ばれることもある。なお、ミサのことを漢字では、ミサと書き、中国のみならず古くは日本でも、漢字で書かれることがあったが、現代の日本のカトリック教会では、このような漢字表記が使用されることはない。ミサという名称は、式の最後のラテン語の言葉。 イテミサエというフレーズの中の語に由来し、ミサは、ラテン語で、派遣を意味するミッシオに由来すると言われる。このミサの最後の、イテミサエという言葉の意味については、近年、行きましょう。ミサを終わりますと訳されることがあるが、ラテン語の文法を正確に理解するならば、この文章には、二人称複数に対する命令型として、イテがまずあり、次に、 三人称単数の女性を主語としたミサエという過去形の命題が続いている。セトマッス・アクイナスはミサエの主語はオスチアであると断言している。まずミサという名称の由来を進学大前の中で次のように言っている。このためにもミサと呼ばれている。その理由は回収が司祭を通して天守に祈りを送るように、司祭は天使を通して 祈りを送るから、あるいはキリストは、私たちのために送られた生贄であるから。故に、ミサの終わりに、女祭は祝日に回収にこういう、いけ、送られたと、すなわち、天主に受け入れられんがために、生贄は天主に天使を通して送られた、との意である。また、ベディングハウゼンのリカルドへのミサの解説の中では、諸成人のためのミサの終わりに、いけ、 送られたという言葉を通して、あたかも、我々のために政府によって、生贄は送られた、あるいは我々によって政府へと再び送られた、ゆえに、かの暗息に早く入るように急げと言われ、聖人たちがそこにおいて、すでに凝っているかの栄光へと我々は見出される。と説明している。ミサを指式する教皇ベネディクト16世キリスト教は、 もともとユダヤ教の中から生まれたため、生体祭催もユダヤ教のシナゴーグで行われていた礼拝の形式に、キリスト教徒がイエスキリストの最後の晩餐を記念していっていた、生体の天礼と会食が組み合わされてできたものである。キリストは最後の晩餐の席でパンを取り、これは私の体であると言い,い、また葡萄酒について、これは私の血と言った。 キリスト教徒は2000年にわたって、キリストの復活を祝うために毎週日曜日に集まり、この主の晩餐を行ってきた。これがカトリック教会でミサと呼ばれる礼拝集会である。ミサはキリストの生涯、特にその主と復活を思い起こし、キリストを通して実現した救いの恵みに感謝し、パンとブドウの印によって、キリスト信者がキリストと一つに結ばれるもので、 カトリック信者にとって最も大切な秘跡とされている。生体祭儀には地方、時代においていくつかの形式が生まれたが、通常ミサという時はローマ天礼を表す。そもそもミサという語自体がローマ天礼のラテン語天礼文に由来する。ローマ天礼は教皇庁の配下にある司教区で行われている。日本のカトリック教会もローマ天礼である。 カトリック教会の天礼は1960年代の第二バチカン公会議を反映して改革され、天礼言語として、ラテン語以外に各国、各地域の言語を使うことができるようになった。日本のカトリック教会でも、昭和40年代前半までミサは、ラテン語で行われていた。また、それまでは、ミサは、司祭一人で取り行い、司祭が、 信徒に背を向ける形で祭壇に向かう形だったが、第二バチ観光会議以降の改革で、ミサ本来の意味が再検討され、数人の司祭によるミサの挙行も認められ、式自体も司祭が、信徒に向かう形で行われるようになった。なお、この改革以前の、トリエントミサと呼ばれるミサ形式から、聖功会の生産式やルター派、ドイツの合同協会の礼拝が生まれた。 儀式を外面から眺める限り、これらの教会の礼拝はよく似ている。ミサは基本的に聖堂や教会堂において取り行われるが、特別な場合は屋外や一般の室内で行われることもある。カトリックでは、司祭は毎日必ずミサを捧げなければならないため、ミサはすべてのカトリック教会で毎日取り行われている。ミサを執行することを、 ミサを立てるとも言う。司祭が一人でミサを取り行うこともあるが、通常はミサに参加するとも表現される神徒とともに行われる。日曜日のミサを、手術のミサ、平日のミサを、終日のミサ、交短祭など特別な祝祭日のミサを、祝日のミサとして区別する。神徒は、毎日曜日といくつかの守るべき祝日のミサに預かることが、 務めとされている。かつて20世紀半ばまでは、ミサの行われる時間が厳しく制限されており、降誕祭と復活祭の前夜を除いて午後1時から夜明けの1時間前以前まで行うことができなかった。今では、この制限は廃止されている。また、現代では土曜日の夕方以降に行われるミサも日曜日のミサとして扱うことができるため、日曜日に、 ミサに参加できない信徒の便宜を図るため多くの教会では土曜日の夕方にも手術のミサが行われているまた以前はミサの前は日付が変わってからミサまでの禁食が義務付けられていたが現在ではミサの1時間前からの禁食に緩和されているただし水薬は禁食の対象ではないミサにはすべてのミサに共通の部分と そのミサの目的や日時によって変わる部分がある。前者を通常分、後者を固有分という。ユダヤ教との関連において、トリエント公会議は、その第22総会において、ミサ制裁とは、旧約の主樹の生贄によって、ヨガタとされ、示されていた善が実現し完成したものであり、新約の生贄である、ミサ制裁は、旧約の生贄のすべてを含んでいるとする。 トリエント公会議は、そのことを、次のようにユダヤ教の生贄とミサ制裁との関係について宣言した。トリエント公会議は、その第22二二総会において、次のようにミサ制裁について宣言した。トリエント公会議は言葉を続けて、こう宣言する。以下、ローマ天礼における現行のミサ式次第を解説する。司祭が入道し、 祭壇について、ミサを開始する。神と、修道者など改修がいる場合、ミサの始めには、入祭の歌として聖歌が歌われることが多い。入祭の歌は、義務ではないが、歌わない場合は、入祭賞を唱えなければならない。じめに司祭と改修の間で挨拶が交わされ、じめの祈りが唱えられる。次に、悔い改めの祈りと司祭による、主 祈り踏みという短い祈り、続いて、哀れみの参加が唱えられ、町公説及び四巡説以外の手術と祭日には、栄光の参加が唱えられる。次に、言葉の典礼と言われる部分に入る。ここでは、平日には二つ、手術と祝日には三つの聖書からの部分が、朗読される。それらの朗読は、第一朗読、第二朗読、福音朗読と呼ばれる。 第一朗読では、通常、旧約聖書が読まれるが、復活説に限って、使徒原稿録か、ヨハネの目視録が朗読される。第二朗読は、使徒の書簡が朗読される。第一朗読の後には、個体小詩編という先症者と改修による症句の繰り返しと、詩編の朗読が行われるが、通常のミサでは歌われることが多い。アレルヤ章の後で行われる。 福音朗読はその名前の通り、福音書が朗読される。第一朗読、第二朗読は、信徒が朗読することが多いが、福音朗読は司祭もしくは除災が行うことになっている。福音朗読の時、回収は起立することになっている。なお、言葉の典礼の際、現代の日本のほとんどのカトリック教会では、新教同約聖書が用いられている。 福音朗読に続いて、司祭による説教が行われる。説教では通常、その日の福音や聖書朗読の解説がされることが多い。手術と祭日には説教の後で信仰宣言が行われる。ミサの国語化以来、日本の教会は、洗礼式に用いられる略式の信仰宣言を、用いるか、ごく稀に。 文語訳のニケア・コンスタンチノオプル・信条を用いて、きたが、2004年に、口語訳のニケア・コンスタンチノオプル・信条が、司教団より公式に発表された。従来の使徒信条を唱えることもできるが、略式の信仰宣言は廃止された。信仰宣言に続き、その時に応じて、意向で唱える、共同祈願という祈りが唱えられる。カトリック教会、聖会。 および一部プロテスタントで用いられる、ホスチアとも呼ばれる無発酵パン。写真のように薄い形状をしたものがよく用いられるが、稀にせんべいのように厚い無発酵パンを用いる、教会もある。大きい方は四式者用、小さい方は回収用であるが、不足時は必ずしも、これによらない。言葉の点礼が終わると、パンとブドウ酒、そして、水が祭壇へ準備される。 ここから始まる、感謝の天礼は、キリストの最後の晩餐に由来するものとされ、ミサの中心的部分である。次に司祭によって、奉納祈願と、序章という祈りが唱えられ、回収とともに、目示録に由来する賛美の祈り、感謝の参加が唱えられる。次に司祭によって、奉献文が唱えられ、この中で、性変化が行われる。ここでは、司祭がパンと武道酒を取って、 キリストが最後の晩餐で唱えた言葉を繰り返す。これによってパンとブドウ酒がキリストの体と血に変わるというのが伝統的なカトリック教会の教義である。神学用語では実体変化と言われ、これについては歴史上多くの議論が行われてきた。奉献文に続いて福音書の中でキリストが弟子たちに教えたとされる主の祈りが唱えられる。 そして、死祭の祈願に続いて、平和の挨拶という死祭や、回収同士の挨拶が行われる。さらに、平和の参加が続き、死祭はパンを割いて一部を、武道酒に浸す。死祭が生体を食べ、お血を飲む。これを、生体配慮という。死祭は続いて、生体を信者に配り、信者も、生体配慮を行う。通常は、パンのみだが、場合によっては、 信者も葡萄酒を飲むこともある。生体配慮が終わると、司祭が配慮後の祈りを唱えて、交わりの儀が終わる。この場合の、交わりというのは、神と人との交わり、参加者同士が同じ生体を受けて交わるという意味である。配慮後の祈りの後、神と回収への連絡などが行われることがある。続いて、司祭の祝福と、ミサからの派遣が行われる。 ミサの終わりにも、平祭りの歌として聖歌が歌われることが多い。なお、司祭と改修との間に交わされる、最後の交渉でミサは終わりなので、平祭りの歌そのものは義務ではない。ありがとうございます。